戻らなくていいのか。あの人が州長で前科に行くから一緒に行くふりをしたのよ。誰にも気づかれたりはしないわ。あなたのそばにいたい。俺は日本に戻ることはない。安心しろ。俺が日本人だってバレたら強制送還だぞ。本当に帰りたくないって思ってる？当たり前だろ。女房も子供も捨てたんだ。俺にはお前しかいない。もういつもクソクソするのは嫌なの。将来を考えるならまず身分証を手に入れないとな。新しくことを始められる身分が必要だ。身分証さえあれば昔の専売局に連絡してすぐに商売を始められる。じゃあ私は？結婚しよう。昔の仲間を集めて盛大な結婚式やってやるよ。一番いいドレスを着ればいい。 あとお前の好きな歌手や映画スターを全員呼び集めて、お前の親父や俺を見下してた奴らに一泡吹かしてやる。公孙，嗯，公孙，你刚刚压力也大。我会处理好事，你放心。他开大新婚证，处理好阿伯。我伫台湾的日本人，还有技术，政府才会发新婚证给伊。他开大干那是一个会社的人，我咧想。秀山。你的人，你的名，都是我的。我叫你做啥，都要做啥。我要有五家的地契，有地才会当跟马将军讲条件。